こんばんは。こんばんは。一番やでって、一個目しないと一個目。雪ありがとうございます。あ、1月の公演、そう、出ました出ました。どうやら12月後半はないようですね。あるのかと思ってたらないようですね。昨日寝落ちして配信来れずにすみませんって珍しい珍しい。たっくん、アヒル、ありがとうございます。ヤスペイさん、マサさん、わらびもちさん、ルイさん、ミキヤくん、どんぐりコロコロさん、ルカさん、たまごサンドさん、ありがとうございます。いや、聞いてないですよ。え、どうしよう、配信聞かれとって出されたら。私が昨日配信で言ったから今日出たんかな。ヤスルパンさん、雪だるま、ありがとうございます。ウドムさんも雪だるま、ありがとうございます。このあと12月後半はない、絶対ない。1月のが発表された後にその前の発表されることはないでしょう。そんな後だし。でも1月7日出ますよ、花だれ、昼夜。ちゃんちゃらん、ちゃんちゃんちゃん。1月1日はでも半分半分なので、まあ私がいる時間は短いから、まあそのためだけにってなんか思う方もいると思うので、まあもう12月はないんでしょ。だからどれも当たる気がしませんって。昼夜の腹だれは当たるんじゃない、7日だし。メイの結婚式とかぶっていけなくなりました。そうなの。でもおめでたじゃん、おめでとうじゃん、姪の結婚式。すごい。7日は当たると思うよ。ね、普通の生誕だから。14、15だもね、当日券あるし。当たると思うよ。1月1日。部屋と新幹線取りましたって。早いんだって。先そっち取るからさ。1日。7は当たると思うけどね。昼は普通の花だれだし。新幹線とホテル取るの早。
1月1日は家族との食事会で行きませんって。昼は行くのに。7日は当たると思うけどね。どうだろう。1日は全員いるから。1日夜公演ですね。鳥さん、雪ありがとうございます。夜ですね。申し込みました。早い早いですね。今日一日長かったですかって。うん、いい感じだった。長さ、いい感じの長さだったよ。いけちゃんから飛ばされましたって。そんな乃木坂さんから飛んできましたみたいな言い方で、ね、池ちゃんから飛んできました。元旦の夜にご飯食べれるお店。うーん、え、あそこはあの初詣、広島のさ、私が去年行ったところ。初詣、屋台屋台、そう、護国神社公園の後に去年行ったんですよ。護国神社、おすすめ。去年おみくじ引いて屋台でなんか食べて、なんかうさぎのやつ買いました。今年はタツのやつを買わなきゃ。同じやつ。プレゼントのツリー早く見たいけど、片付けできたのだろうかって。そんなすぐできるわけないでしょ。私はあの箱のまま放置される未来が見えてる。そう、超かわいい、あれ超かわいいんですよ。フランフランの150センチあるんです、ツリー。自分家に欲しい。あ、去年行った。そう、あれかわいいよね。なんかそう、自分家に置きたいけど、自分で買うのはさ、なんかあれじゃん、ミニリストという。あ、メール届いた。そう。でもなっちゃん自分でさ、自虐ネタにしてて、ただツリーをあげに行っただけなのに。そう、昨日夜配信で夜あげに行ったんですよ、0時頃に。そしたら、これは置く場所を確保するために掃除しろっていうことみたいな、自分で言い出して。そう、今置くところがないみたいな、今はちょっと置くところがないけどみたいな。
自分から言い出しましたからね。そんなつもりはなかった。まあ置くとこないやろうなと思いながら買ったけど、そう、掃除しろよってつもりはなかった。そうね、配信で言ってたよね。そう、自分で言ってた。そうそう、普通に私はね、部屋にあったらおしゃれと思って買ったの。おしゃれなキラキラの白い黄色い釣り、白くて黄色い釣り。ね。いや、そんなにすごいのって。そう。置くところないって言ってた配信で。ところがないかなって。そう、飾りとかも全部入ってるやつ、飾りとか。クリスマスまでに部屋片付かなかったら返してもらう。いいねそれ。確かに。どうしよう、普通に入って渡されたら、それ言った瞬間に、あ、じゃあ無理みたいな。もう無理だから。でも逆にそのツリーをあげた私が昨日の夜から掃除欲に芽生えて、なんかいろんなところを整頓し始めたんですよ。ツリーをあげた側が、そう、イエーイ。そう、場所作ってる。そう、なーちゃんの部屋も掃除してあげますかって。え、私は無理だな。ちょっと業者呼ばなきゃ。それは掃除欲が芽生えた。なんか適当にポンポン入れてたさやつとかも全部一回出して綺麗に整頓したり、そうしてた今日。そんな無理なんです。え、サラピももう嫌だって言ってた。もう無理って言ってました。もうね。だからツリー絶対箱まま放置するよ。まあまあまあ、いつか開けれればいいやっていうね。でもクリスマスツリーはさ毎年使えるからさ、毎年使えるから。実家に帰っても使えるしね。だから今後も使えるから、あれかわいい。ね、断捨離、なんか服を減らしたいね。絶対未開封放置。一年中飾りたいって言ってた。違うよ、なんか私だから一年中あるかもみたいなことを言ってたよ。配信の背景にクリスマスまでに片付けて飾って、そう、私のことだから一年中あるかもみたいな。それはあ、なっちゃんのことだから、その出したりしまったりそういう丁寧なことはしないっていう、あの解釈です。飾ったら飾りっぱなしってこと、しまわないってこと。そうって感じで言ってました。そうそう、しまうビジョンが見えないと。そう、もう私のことだから多分一年中出てるよみたいな言ってた。配信見てたよ。そう、高度な自虐ネタ。そうそうだよ、なっちゃんはそんな感じなんですよ。面白いよね。
昨日は多分テンション上がっててめっちゃ自虐ネタしてた。なっちゃん、いつもあんなにしないんですけど、めっちゃ自虐するやんって思いながら見てました。ね、だから読み取る能力も必要ですよ。高度な自虐ネタをするから。模様自慢してた？え、そこ見てない。でも分かるわ、ツリー出したら片付けるの次めんどくさくなるけんさ、分かる、飾りっぱなしになるの。クラコン動画でも自虐ネタしてました？何、足臭いやつ？あ、違うわ、靴か。キャラキャラ。見習いたいねですねって。ツリーって一度出すと同じ箱に入らなくなる。マジ？ツリーをね、自分で作ったことないんですよね。お、一週間に一回でいい。そんなこと言ってたの？ああ。メンバー誰の部屋が一番綺麗なんだろうかって。まあ葵さんかサラピだよね、私の知ってる範囲では。結構でも物が多いメンバー多いんですよね、まあ、私も含めて。ルームズデイのシェルターはなんかあれ、ボタン押したら勝手にああなったらしい。そう聞いたんよ、なんであんなに丁寧に並べたんって聞いたら、あれなんかボタンを押したら一気にできたみたいな、何かを押したらああなったらしい。そう、えみたいな。でそのボタン探したけどどこにあるか分かんない。ね、なんかでできたらしい、勝手に。そう、自分で整えたんじゃないんだ。葵さんはめっちゃ綺麗部屋、しかもいい感じ。え、でも一個ずつ並べてないらしいよ、なんでだろうね。そう、触ってないって言ってた。何かでああなったらしい。ね、秘密のボタン、なんだろう、最初あったんかな。なんか始めた1週間限定のやつとかあるじゃん、アイテム。ダウンロードして1週間限定の初心者グッズ、初心者アイテムみたいな、そういう系であったんかな。ワイのシェルター、私のシェルターもちょっと変えたよ。そう、業者に依頼したい。ルームズデイね、まだやってるんですよ、毎日、ほぼ毎日。3日前ぐらいに1回戦勝ったけど、昨日もうデイリーミッションした。偉いですねって、偉くはないんですよ、もう仕事じゃないから、ただの遊び。
暇つぶし、暇つぶしです。暇な時に、寝れなくて暇な時とかにやる。こんばんは。福岡行ったあたりから開いてない。でも2日じゃん。暇つぶし。3時ぐらいにログインしてませんでしたかって、してたかも。4時とか5時とかその辺。お話し会の方が面白かったってことですねって、いいようにまとめる。なっちゃんがアイスケーキあげるって言ってました。本当？冷蔵庫にしまうの忘れて溶かしてないかなとか言って。マジ？くれるんかな。配信終わってさ、終わったーってそのままベッド行って、なんか見えるんだけど、そういう未来ちゃんと閉まってるかな。わかるね。もう机で配信終わって、そう、配信終わったーってそのままベッド行って、もうここに置きっぱみたいな。そういう未来も見えそう。冷凍庫に。配信中に入れてました。よかったよかった、それはよかった。え、アイスケーキ食べたいな。ピカチュウのケーキ？ポケモン？こんばんは。1年ぐらい冷凍庫から出てこないかもしれません。逆に出てこない。ピカチュウのほっぺが半分なくなっていましたって、みんなめっちゃ見とるやん。ポッピングシャワー好きですよ、一番。サーティワンで。なっちゃんってプレート書いてもらってた。アイスケーキね。私もクリスマスにあのマイメロのアイスケーキを頼もうかなって思ったけど、結局頼んでない。普通のケーキにしようかなと思って。食べきれなそうじゃない？ホールケーキ買ったら。普通の
小さめのケーキにしようかな。ケーキは食べたいけど、ワンホールいらないな。アイスケーキは私は食べたことないです。最近サーティワン行ったって。え、結構ね頻繁に行ってる実は。最近も行ったよ、先月かな。でも今月はまだ。食べれる？マジ？ワンホール？クリスマスケーキどうしよう。公園もあるし愛媛帰りづらいですねって。え、公園も避けて帰りますよ。公園もの日をワンホールです。マンホール？私はサーティワンポッピングシャワーとラムレーズン。たっちゃんゆきありがとうございます。え、でもマンホールのケーキが一番可愛いよね。見た目は切れてるやつよりサンタが乗ってるやつ買おうかなって。サンタさんが乗ってるやつ。いつ食べよう。25かな。え、そう、見た目重視。今ないです。25、23、24、25。スノードーム2時間ぐらいネットで探したけど電池式。まあそうだろうね、電池ないと回らんもんね。でもたまにさ電池じゃないやつあるじゃん、な、手でひっくり返して置くやつ。クリコン諦めて。外れたの？クリコン。そう、でもスノードーム探しに福岡行こうかなと思って、今日とか思ったけど、一人でゴキって言ったけど、なんか今注文してる上着があるんですよ、新しいお乳の。それを着ていきたいなって思って、それが届いてからにしようってとどまりました。あの自撮り棒を持って、そう、プライベート一人クリスマスマーケット、あの自撮り棒に行こうかなって思ったけど、どうせならお乳の上着着ていきたいと思って、ちょっとお乳の上着待ちです。外れた仲間がいました。結構外れてるよみんな。スノードーム探すわって。いいよ、でもそんな探さなくても。そう、楽しそうだなと思って、最近一人旅行ってないから行きたいなって。雨の日限定のイヤーマグって何それ。へー、私買えないわ雨の日か。2時間も探した？出会えなかった？そうだよね、基本電池式だもん。へえ。自分もあのサンタのマグカップが欲しいんですよね、毎年あるやつ。電源のないスノードーム12万円。どんないいスノードームなのそれ。
12万円、すご、相当綺麗なんかな、いいやつ。フェンディ、そんなのあるんだ、へー。なかなか理想の配置がないね。雪だるまで右に赤いお家です。左雪だるまの右赤いお家。まあでも上着が届いたら一人旅行こう。ショールームさん作ってください。その後コンビニの景品のイメージしかない。え、そんなイメージ1ミリもないんだけど。ウェディングケーキ、着るものがないみたいに聞こえる。上着が届いたら、いや、新しい上着で撮りたいじゃん、イルミネーションで。無理難題のお宝を探しに出かけるかぐや姫の物語を思い出しました。まあ可愛いと思えば何でもいいや。一人旅はねあんまりしないけど、楽ですね。自分の好きなタイミングで場所移動できるので。二人でいいメリットは一緒に写真撮ったり取り合いができるぐらいで、そうだからそれ以外は一人でいいので。写真がねうまく撮れないっていうのが、一人だとまあ普通にね、まあ、この仕事をしてるからちゃんと写真を撮りたいっていうさのがあるけんさ、一人やったら写真ちゃんと撮れんなって思うけど、まあ別に写真さえ諦めれば一人でいい。全然そう、相方のセンス大事。あ、そうやけん自撮り棒持っていこうと思ってでも大きなイルミネーションとかはさ、なんかその辺にいる人が撮ってくれたりするじゃん。取り合い、なんか二人で撮りましょうかって声かけて撮ってもらうみたいな。あ、じゃあ私もお願いしますみたいな。センスある相方、写真の写真のセンスがある相方。あのセンスがあるのは写真のシミサラ、サヤカリン、アイコジー、サラピー、うーん、まあその辺かな。あと、あ、田中美穂でも、もう田中美穂とかもうまかったですね。あとアンナちゃんとかは結構鍛え上げられてうまくなりました。なっちゃんはなっちゃん全然育たんなっちゃん全然育たん。
なっちゃんの写真を見て上に程よく空間があればりかちゃんの撮影だと思ってます。そうね、そうそう、いい感じの画角のやつ。そう、私はねでも撮るの好きなんですよ。メンバーを可愛く撮るの得意なんですけど、そう、可愛く撮ってあげるの得意だけど可愛く撮ってくれないんですよ。そう、私は可愛く撮ってあげるのにさ適当な画角で返されるからさ、はいはいはいみたいな。こんばんは。難しいよね。センス。うまく撮るコツ？なんだろうね。なんで上手い人と下手な人がいるんだろう。修理屋さん、クマ、ありがとうございます。なんかマネージャーさんとかに写真撮ってもらうことも多いんですよ、メンバー。あ、1対1でマネージャーがついてくる仕事とかで、そう、もう鍛え上げられた昔からいるマネージャーさんは撮るのうまいけど、そう、だからやっぱいっぱい撮った回数とかかな。私たちと同じぐらいいるマネージャーさん撮るのうまい。全身写真とか、そうそう、ね、だからまあ撮った、今まで撮った回数と、そうね、撮って出しはまあ上手いとか下手とかないんじゃない、あれは。とりあえず全部が写れば、ね、全身写真ってめっちゃ撮るのむずいんよね。なかなか上手い人いない。こんばんは。全身写真はめっちゃ撮るのむずい。同じた、なんか立って撮ると全体が写らんし、全身写真は上にも余白がないと変なバランスになるんですよ。上に余白ありの、ちょっとしゃがんで撮ってもらわないと、そう、いい感じに。最近私がツイートしたさ、あのクリスマスの全身写真あるじゃん、あれいい感じだったでしょ。ああいう画角が理想なんですよ。あれマネージャーさん、あれは写真撮るのがうまいマネージャーさん、四国のね、めっちゃ画角いいって思った。そう、あんな画角がいい。ちょっと下から撮ってくれて上にも空白があれば、頭スレスレあったらなんかバランス悪くなるんよね。そう、ちょっと下から
の上に空白が一番いい。そう、ベテラン版です。あれは画角が良かった、すごく。足元も少し空白いるかも。なんかサラピがやってるさ、あのね、チャートリのメンバーを上げるインスタみたいな、あれの試食版をやりたい。私が中の人、でも先輩撮るのむずいかな。提案してみようって、ね、みんなを可愛く撮れる自信があるから、そのなんかね、メンバーの良さを引き出す写真を。ね、みかんジュース飲んでるところとか愛媛でやりたい。こんばんは。メンバーの良さを引き出すコツ？でもなんか可愛いなって思いながら撮った方が可愛い写真が撮れるかも。撮りながら、あ、こう可愛い。カメラ買いそうって。カメラね、なカメラ欲しいと前も思ってたけど、前は最近はあんま思わんかも。最近はあんまり思わんね。カメラね、カメラか。ツーショットで前だけ可愛く写ってないのは、撮ったスタッフさんが前も可愛いと思ってからないからかって。そうなんかな。そうかもね。ハロー。多分でしょうねって。そんな右だけとかできないよ多分。可愛く写ってなかったですか？加工したらいいんだよ、加工加工したらいいんですよ、モリモリ。そう、バイトの人だからね。写真は加工してなんぼなんで、加工しちゃおう、小顔。可愛いと思って撮ってくださいってね。でもそうやってね、可愛いと思って撮った方がね、ちゃんといい角度とかも見つけようってなんか思うし、
ガイドの人。スタッフさんめっちゃおるよね。ヤッホー、スタッフさんにウインクをしてからスマホを渡しましょうって。どうする、ブレてたら写真が鳥肌で。はい、ウインク。テスト頑張った、今週頑張るって、頑張れ。どうでしたか、出来は。テストの出来は。居酒屋でバイトしてそうなスタッフさんいた？マジ？ちゃんと見てない。でも写真撮ってくれてた人の顔は覚えてるよ。メガネかけててちょっとテンパで、なんか常に下を向いてた。昼食とかに女性の方来られた、来られた。居酒屋さんにいそうなスタッフさんいた、マジ？居酒屋にいなそうなスタッフだったんだけど。そう、撮影するスタッフさん、そう1時間ぐらい見てたから覚えたけど、めっちゃ結構せかしてくるタイプだったよね。はい、撮ります、どポーズどうするって喋ってたのに、はーい、行きます、行きますみたいな。ね、早い早いって思いながら超せかしてくるタイプだった。ポーズ決めてるのにめっちゃ早い、本当にまとめ出ししてくれてる人のポーズを考える暇がないぐらい、そう、行きます行きますみたいな、超超ね、そう。すごかったです、勢いが。こんばんは。ね、まあ大学生とかだろうね。はい、お腹空いた。あ、お寿司食べたか。そう、まとめて出してくれた人は喋れるのに、そうすぐ書いてた最初の方、みんなみんなみんな撮った後写真確認しながら喋れるんですよ。けどみんな帰ってたよ、撮ってありがとねみたいな。最初の方は途中から気づいて、そう、ゆうぴょんかわいい、ありがとうございます。撮った後喋れるんですよ。けど意外とみんなあっさり。まあでも1枚だったら数十秒だけど、まとめ出したら結構喋れる。1枚10秒ぐらいなんかな。まとめてたらめっちゃ喋る時間ある。そう、測ってた。ツーショットお得だよ、隣に座って喋れるからね、各写真確認しながら。隣で確認しながら喋れるのでお得です。
確認してない。でも一緒に確認してくるタイプの方もいましたよ。こんな感じみたいな。そう、隣に座って、あ、いい感じだよ見てみたいな、確認してくださいっていうスタッフさんに言われて、私と一緒に確認した人も何人かいる。そう、そうそう、一緒に確認したね。そう、何人かは携帯見せてきて一緒に確認した。いいねみたいな自分も見た、撮ったやつを。確認すると老眼だとバレてしまいます。どういうこと、こういうこと。拡大拡大、あ、こういうこと。どうかな、拡大。老眼うまいね、老眼の真似ってうまい、やった。メンバーに画面見せたらいけんって思ってた、ね、写真の確認はできるっぽい、一緒に。ルーム入ってきていきなり面白いんだがって、ツーショットの写真確認の話です。お父さんはどうだろう。老眼の経験ないはず。でも私は目悪いからね、気持ちはわかります。お父さんは確かになんか老眼鏡みたいなのつけて外しながら見る。わかる。今確認したんだけどうまく撮れていた。よかった。ショールームのプロフィール画像、脳内ハッピー。最近のワイのパパはね、老眼鏡つけてこうやって見るよね、外して。そう、眼鏡をずらして、そうのイメージがある。こんばんは。金眼で老眼で全部じゃん、フルコンボだ、フルコンボだと思う。上目遣いになっちゃう。上目遣い上目遣いか。フルコンボですいません。フルコンボですか。フルコンボだどん。なんでもらったんて。いや、お父さんから、お父さんが上目遣いしてるって思ったらちょっとあれだなと思ってふんってなりました。上目遣い、言い方、上目遣い。そう、上目遣いっていう言い方したらなんかやだなと思って。最近の私、
トシピンさんハートありがとうございます。目は大切にしたいけど私目弱いんですよ。目弱いんですよね。光にも弱くて、なんかドライアイとかの人が光にも弱いらしいね。私 3D 向いてないんですよ。ライト、そう、目弱い。そう、なんか 4D のアトラクション乗ったらもう目痛すぎて開けれんかった。マジで目が弱い。サングラスはかけてないです。サングラス持ってない。そんなに弱くはない。日光とかはそういう日常的には大丈夫だけど、 4D3D 映画とか苦手。多分 3D 映画、日常的には全然 3D 映画。めっちゃお腹空いたな。今日お寿司を 3D 酔いっていうか目が痛すぎて開けれないんですよね。何なんだろう、 3D 酔いなんかな。気持ち悪いとかはないんですよ。わっわっって。お寿司をお腹いっぱいまで食べずに帰ったんですよ。お腹いっぱいまで食べずに、何皿、6皿7皿ぐらいと、あのパフェと茶碗蒸し。食べた。何時ぐらいに食べた？6時半とか6時。何が？そう、お腹いっぱい食べてたらきりないなと思ってやめたんです、食べること。そう、なんかめっちゃ食べちゃうって思って、そうこのままだとめっちゃ食べちゃうと思ってやめたの。やめとこうと思って。え、3皿でお腹いっぱいになる？なんで？どんな胃をしてるの？そう、6分目ぐらいでやめた。結構早い？そうかな？ 6 時ぐらい。10皿行ったことない？マジ？10皿ね。あとポテサラとかも食べたよ。サイドメニューも結構食べたんですよ。え、お腹空いてる。サイドメニューとお寿司はまあ7皿ぐらい。結構食べてるんかな。結構食べたけど、まあまだまだいけるなって思いつつ、まあやめとくかと思ってやめた。
意外と食べてるのかも。まあでもパンチウサギのステッカーをもらいに行きたかっただけなので、キャンペーンのだから目的はそれだったから、もうそれを食べて、お寿司はエビからです。無限には食べれんよ、無限には食べれん。回転寿司で5000円超えたことありますって。結構食べてるね。でも私も4000円ぐらい行くんですよ多分。一回ね、あのチークワンのコラボの時に行った。そう、今日お腹いっぱい食べずに2000円ぐらいだった。だから結構行くよ回転寿司。おパンチルーレットは一つは回した。え、お酒なしで4000円いく。いけますよ。1500円、嘘。え、お高い回転寿司じゃない、もうくら寿司とかでいきます。すごいでしょ。さすがに5000円は行ったことないけど、一番多くて4000円ぐらいかな。そうです。まあ茶碗蒸しと赤だしとか頼むから、多分そういうのがあれなんですよ。茶碗蒸しと赤だしと、あとアイスカフェオレとか、そこですね。こんばんは。高いネタ食べると、そうね、でもやっぱ高いネタの方が美味しいなって思った。なんか高いうなぎと安いうなぎがあるじゃん、全然違うんですよ輝きが。はい、赤だし好きなんです。そう、そりゃそうだって。え、輝きが全然違った。高いうなぎ、うわ、いいな、見たよ。うなぎ食べたい、おいしいうなぎ。でも先月食べた、私見聞祭の日に。愛媛にも美味しいうなぎ屋さんあるから、名古屋行かない。うなぎマジ美味しいよね。あのふわふわした身がちょっと分厚いふわっとしたうなぎ、うなぎたまにぐらいがいいよね。たまに、パンチうなぎ。スマホのケースにしました。スマホのケースに挟んだおパンチうさぎ。これランダムらしいね、私これとこれ。おパンチうさぎ、明日うなぎ広島では食べないかな、愛媛で。どっちも私のゲットしたやつと違いました。え、あれ欲しかった、あの顔だけのやつ。まあこれで可愛いけんいや。全14種類。
青いマイメロ珍しいんでしょこれ。マックのなんかフェアのこれ可愛いでしょ。これマクドナルドのなんかブルー週間みたいなやつの限定の青いマイメロ。レアよレア。そう全14種類ぐらいあるから、パフェはあれが乗ってくるんだと思った。パフェはこれが乗ってきた確か。写真送ったよね。寿司がこれやったかな。そう青いマックの日、あ知ってる。そうそうそう、いやもらえないんですよマックです。青いマックの日のマイメロをシールにしたんですよ可愛くて。今コンビニでさシールの印刷ができるんです。そう可愛いって思って一目惚れしてシールにした。そう可愛いじゃん。これのグッズ欲しいよね。でもないの。おパンチウサギはあの限定メニューしか載ってないですね。あのバジル炙りなんとかっていうやつとパフェとなんかマグロの3種類ぐらい。え、そうコンビニでシール印刷できるんですよ。セブンとかローソンとか。私ローソンでやったけど100円とかで写真サイズのシールの印刷ができるんですよ。そうだから作った。かわいい。パフェに乗ってたおパンチ送りましょうかって。いや別に大丈夫です。え、ついてたアイス舐めた。絶対いらない。私はちゃんと拭きましたよおしぼりで。スマホで挟む前提だったから。確かに私綺麗に拭いた。2回拭いたもんお手拭き2枚。スマホケースに挟むから念入りに拭きました。やだー舐めたなんて絶対いらないわ。あんま置いてきた。何をおパンチュ。パフェ5個ぐらい食べればいろいろくれるのではって。まあそうですけど、パフェを5個食べるよりお寿司を5回食べた方がいいかもね。まあ2つ、2つぐらいでいいやと思って。そう3貫盛りだけどパフェはちょっといい値段するから3貫盛りの方をいっぱい食べた方がいい。そうパフェはお高い。あでも安い。なんかさマグロの丸いやつみたいなのあったくない。なんかマグロのたたきみたいな、あれなんだろうと思って。あれは頼まんかった。もう一つシールがついてくる。そうマグロのなんかたたきみたいなやつ丸い、あれなんやろうと思ってあんまりなんか惹かれんくて頼まんかった。あれが一番安く手に入るんですよシール値段的には。けどそうなんだろうと思って頼まんかった。
でもシールを一番安く手に入れるにはあれが一番安いです。食べてないね。マグロのおはぎ、マグロのおはぎが一番安くシールを手に入れれますね。興味深い。嘘、マグロのおはぎ。でもこれコラボ終わってる店舗もあるからちゃんと調べていかないと。人気すぎてシール完売してる店もあるから。あ、完売してる？そう、完売してる店もあるので調べてから行った方がいいです。広島行けた。全然今日行ったんですけど、ちゃんと調べていきました。行ってなかったら意味ないって思ってちゃんと調べたんですよ。スシローの公式サイトから調べれます。なんか品切れ状況みたいな見れるんですよ。それで見た方がいいです。いや、お寿司食べたくなってきた。そんな話してたら。デリバラないですよ。明日も行ってたりして。パンチルーレット、スシローの居酒屋、何それ。あ、パンチのパネルは置いてあったけど、なんかちょうど夜ご飯時に行ったから人が多すぎて自撮りとかできなかったんですよ。パンツのパネルとこうやってイエイって撮りたいなって思ったけど、人多すぎて家族連れとかたくさんいてちょっと自撮りできなかったんですよ。本当はね、お寿司持って自撮りするつもりで行ったけど、カウンターで食べたんですね。で、隣も人がいて、そう、カウンターだからお寿司の写真だけ撮りました。まあ別にいいんですけどね、メール用に自撮りしようって思っただけなんで。そう、人いっぱいいたから。そうなんです。こんばんは。平日でも多い。そうね、多いよね。回転寿司って人気だもんね。いつでも行くもんね。一人でテーブルに行く勇気。一人でテーブルに行ったら申し訳ないじゃん。なんか席使いすぎて混んでる時に。まあ昼間とかなら。ね、家族連れ多い。なんか家帰りたくなったもん。家族でテーブルでご飯食べてる人ら見て。こんばんは。
寿司。寿司ローは混んでるイメージしかありません。まあでも待ったりはしてないけど、いっぱいいたね。待ったりはしてない。スムーズに入れたけど、いっぱいいました。そういう気持ち。そう、回転寿司。そう、そう、最近はね、なんか珍しく愛媛に帰りたい欲があんまりなくて、連休あっても広島で寝てることが多いんですけど。そう、珍しいでしょ。3日ぐらい休みあったら帰ってたけど、前はもう3日かと思って帰んないんですけど。今月はまだ探してないや、ネタあると思う。おやすみおやすみ。ばあさん、おばあさん、そうそうなんや。実家に帰りたい欲はなんかあんまりなくなったんやけど、そう、定期的に帰ってあげんと。ばあちゃんがね、ばあちゃんに会わなければ。実家自体はまあそんなに、帰ったところで。岡山の防犯のやつ思い出した。何それ。そう、ばあちゃんにね、定期的に会っておきたいので、月1ぐらい。お年玉の時期に会いに行こうって。そうね、お正月。こんばんは。お正月に帰りますわ。11時20分。お年玉あげる方ですかって。私あげる人いないんだよね、周りに小さい子いないから。弟はいるけど、弟は2歳差だし、小さい子がいないからね。くださいって。小さい子かな。くださいじゃないよ。こんばんは。くださいって。いいえ、めいこ。
そう、親戚小さい子いないんですよね。誰にもあげる人いないわ、マジで。上とかはいるんですけどね、親戚に。私より上の、上とか同じぐらいとか。下はいないので、あげる人はいないです。ください。親戚で一番年下。じゃあ、あげる人いないね。いません。こんばんは。取られてばかりですって。あげてるの？お年玉。ください。おいもいないね。いない、いない。いろいろ取られてますって。お金だけではなく。言ったね、そういえば。仕事場で机の上のもの勝手にいなくなりますみたいな。言ってたね。こんばんは。取られますって。でもちゃんと取り返してるらしいから大丈夫です。いや、いや、ね、取られるだけじゃないみたいなので。いいね、でもそんな仲がいい職場。他人の机のものも気軽に取って使う。こんばんは。仲いい。取られっぱなしやったらいじめられてるけど、ちゃんとね、チャリオさん、雪だるま、ありがとうございます。ない人は取らないかと思いますって。SDU の学生でもメイク道具を勝手に使ったりするほど仲いいですかって。いや、まだそんなに仲いい人はいないですね。勝手にはないな。
手にできるのは観光大使ぐらいですかねって。勝手に観光大使やっとも結構すごいことだよね。そうね、まあ、勝手にってつけたら何でもできる。勝手に観光大使。勝手に。前仕事の昼休みにデスクでズームズデーしてたら隣の人が勝手に見てきたことならあります？仲いいのそれ？仲いい人？でも逆にさ、そんな仲良くないんだったらさ、仲良くないさ、仲良くない職場にさ、そんな毎日行って頑張れるのすごい。仲いいんじゃないの？一周回って。ドゥームズデー見れるのも仲いいですねって。ドゥームズデーやもんね。ユニット名はどんな風に決まったんだろうね。わかんないな、私が入る前から。頑張れないから転職するんですよって。でも仕事仲良もやもんな。別に仲良くなる必要もないし。確かに。なんかめっちゃ流れてきた。英語の視聴者さんがめっちゃ流れてきた。 JKT さんかな。仲いい風に見せるのは仕事、アイドルの仕事のうちですか。でも仲いいっちゃ仲いいけど、でもまあ職場の仲間に過ぎないので、仲いいけど普通に。ね、仕事仲間って感じでもある。JK野良猫が友達になってくれないのが悩みですって。
野良猫と友達になりたいのか。ね、美味しいご飯をあげたいんですよ、一番は。美味しいご飯。チュール持ち歩きますね。仲良くなれるかな。あ、猫。猫は難しいですよねってね。でも最近野良犬っていないね。そういや、今日私夢で犬を飼っている夢を見たんですよ。犬を飼ってて公園に遊ばせに行く夢。結構大きめの、こんぐらい、抱っこしてこんぐらい、モフモフの毛が長いやつ、茶色、え、大きいやつ、抱っこしてこんぐらいの幅があるぐらいの大きいやつを連れて公園に遊びに行く夢を見ました。大きい犬、茶色で毛が長めのモフモフしたやつ。犬、でっかいポメラニアン、確かにそういう感じの野良猫。ゴールデンレトリバーよりも毛がもっとふさふさな、でっかいポメラニアンみたいな。まあそういう目になるんじゃないのって。まあ犬は飼うつもりなんですよ、将来的には。似た夢見たね。犬散歩とスニーク夢見た、公園で。そうなんだ。なんか私が小学校の頃は野良犬がまだいて、たまに下校中とかに現れて、大きい犬苦手だったから、その時どうしようってなってた。細い一本道を塞がれたりして、校庭に入ってくることもあった。靴持っていくやつでしょ、誰かの靴を加えて持っていくんですよね。そういう時代もありました。細いね、田んぼの一本道を犬が塞いで、そう、困った。 U ターンできないような田んぼの細い道、大変。もう一本道やけども、自転車抱えて U ターンするか、ひょいって回して、まあそうしかないか。ね、まあ犬よりは自転車の方が速いから逃げれるけど、田んぼと田んぼの間のめっちゃ細い一本道、自転車がもうすれ違えんぐらいの細い道で、大きめの犬が目の前からやってきたら、そう、急いで自転車をぐるって回して逃げる。あー、ノーリード、うん、それはあんまないかも。ついて、まあ自転車の方が速いから追いつかれたことはないです。こんばんは。自転車の方が速いので、そこは大丈夫ですけどね。不意に現れる犬、キャーン、
犬。自転車乗ったことあるって、ありありですよ。ありありのあり。犬速い？でも私の自転車も速いので、自転車に乗ってれば無敵だなって。自転車にチュールつけても大丈夫。自転車速いから。自転車になかなか勝てないよ。こんばんは。激茶。激茶。自転車歴長いんでね、遊びに行くのも自転車ですから。愛媛は衝撃茶。大丈夫。11時40分だ。あと20分。ゆきりかわ七並べはちょっとやってるよ。見てみて。でも韓国は狙ってないです。激茶。広島に自転車あるけど、あの広島はあの電動自転車のあのレンタルできるやつ、あれが結構栄えてるので便利。1時間165円で、そうループじゃないんですよ。しまなみ海道はだって家にチャリでは帰れんけど、さすがにそれは。ループのキックボードもあるっちゃあるけど、あれは別に「マリンメッセ」までチャリ借りた？マジ？いいところにあった？返すところ、あれ返すところがね、借りるとこと返すとこ、目的地の近くに返すとこもないと大変ですよね。自転車で帰省、まああの E バイクとか電動自転車ならまだまだやろうかなって思えるけど、普通の自転車は無理です。危うくそのままレーンに並ぶところだったよ。ってチャリできた会場に。危ないね。金属検査とかあるんだ。交通悪い？確かに。そう、チャリできた、乗ったまま。
入ってきて、チャリできた。見てもわかりますね。どう見ても引っかかってるの自転車でしょって。バス、バス、ちゃんと金属検査とかあるんだね。そうだね、やっぱちゃんとしてるんだ。結局地下鉄乗りました。地下鉄で来れるの難しいよね。まあ僕は間違えず、そのままバウンディさんのグッズ買いにね、隣でやってたらしいね。隣だっけ、近くで。バウンディさんすごいね。金曜はさ、グリアリに来てて、広島のバウンディさん。大忙し。あ、入り口が向かい合ってた、マジ。へえ。めっちゃ並んでた。そうだろうね、グリアリ売り切れてたから。ファンにバレないように列に並んで写真撮った。ポンディ、たこ焼きは全部食べたよ、あの日に。一回しかわかん、あの、焼かんかったけどさ。たこ焼きはそう1回しか焼いてないので少なかったから。リングライト変えてない、まだ使ってるよ。リングライトね。お好み焼きいいね。あれ鉄板にもなるから。あ、たこ焼きは残ってないけど、たこ焼きの粉だけ残ってる。卵もないし、たこもないし、粉しかない。卵なしで焼いたら何ができるんだ。美味しくないかな。え、一口飲んでくださいって言われるの、お茶。嘘、それ全員にやってたらめっちゃ時間かかるじゃん。お好み焼きいいね、食べたい。へえ、一口飲んでくださいあるんだ、すご。すごいね。毒入りじゃないかってこと。へえ。バウンディじゃないですかって聞かれたら、娘に会いに来たよと答えといたって。バウンディさんのファンの方は若そうじゃない？年齢層若そう。
イケイケ大学生とかが好きそう。バウンディ。あ、ガソリン？あ、そっちね。確かに。二口でもよろしいでしょうかって。おもろ。何口でもいいわ。あ、すいません。三口飲んじゃいました。若い人多いよね。なんで？わかりません。飲み干す？ダメよ、飲み干したら。一口って言ったでしょって。え、そんな人いないでしょ、そこまでね。あー、バウンディね、知ってるよーって。知ったかぶりすんじゃねえよ。大阪ならありかも。乗ってくれるかな。一口飲んでくださいって言われて、すいません3口飲んじゃいましたって言ったら、じゃあ今日は入れませんって言われるかもしれない。今日はごめんなさい、ルール違反、ルール違反です。こんなさいなら。むせる？むせたら怪しまれるくない？おいとか言うて連れてかれるよ、むせたら。危ないよ、そこでむせたら怪しい目で見られる。ダメだよ。でもなんかね、そんな意識したら緊張してむせそうになるね。そんな、あの、そうなの、なんか一口飲んでくださいみたいな、そんな改まって緊張が走ってさ、むせてしまったら連れてかれる。だいたい何？男の方？ね、お話し会そんなお茶チェックなんかしてるなんて知らなかった。一口飲んでくださいとか。こんばんは。え、公園ものも、へえ。なんで飲ますのって。危険物じゃないからどうかです。メンバーはされないね。メンバーはあの用意されてる飲み物。ポカリとか。ポカリ、
や飲み物持ち込みもできるよ、コンビニで買ってったりもできるけど、なんもないよ。確かに袖に戻ったために一口飲んでください。公園はそうポカリと水の2種類があります。私めっちゃ飲むんですよ。この前4本、この前の昼夜花だれ公園で 4,5 本ペットボトルを開けてしまって、でもそんぐらい飲んでもなくならないぐらいめっちゃ用意されてる。そう 500ml、 500? そう普通のペットボトル。そう一回さ舞台裏で飲むたびに半分ぐらい減るんですよ。そうで4つ5つ4本、でもポカリは3本ぐらいまでにしようと思って4本目から水にする。最初はさ塩分大事だから塩分ポカリの方を飲むけど、みんなも飲む本数まあ多い人が 2,3 本とかじゃない。私はめっちゃ飲むんです。多分特技が大飲みなので、そう一人で5本ぐらい飲む。昼夜あったら、そうめっちゃ飲みます。めっちゃ汗かくけんかな。1公演やったら 2,3 本ですね。スポドリは砂糖が多い。そうなんよ、やけん3本ぐらいまでにしてる。4本目から水に変えてる。さすがに3も飲みすぎやね。2ぐらいにしようかな。でも糖分ないとさ良くないじゃん、いっぱい汗かいてる時ってと思ってポカリにしてるんですけど、超汗かいてる時ってポカリがいいじゃん。だからポカリ用意してくれてるんですよ。だからポカリ、わかんない、でもポカリがいいけんさポカリ用意してくれてるじゃん多分と思ってポカリを飲んでる。塩分、塩分も入ってる、うん、あと5分、吸収がいいから、ポカリか水ですね。楽しすぎて一瞬な、一瞬、嘘、2時間ぐらい一瞬でした。2時間、ポカリか水、体感15分、嘘、私は体感1時間15分ぐらい。浦山さん、クマありがとうございます。リアルな感じ1時間15分ぐらい。おしるこ、楽しいです。本当にこんな、なんか内容のないようなまったり配信、寂しいので朝やりますかって、やらない。
夜やる。夜やります。そんなことないよ。そうだじゃれ。はい夜やります。まあそう10時何時でもいいけど、10時、別に8時でも9時でも何時でもいいけど、まあ10時かな。今夜は冷えるね。もう暖房をつけ始めました。昨日の夜中からもう暖房諦めて暖房をつけ始めました。おやー、快適です。仲間イブはサンタ来ますか。あーどうだろう。イブはクリスマスコンサートの日だよね。イブは分かんないけど25は着るかも。イブは着ないかもな。公演後、夜公演終わってそんなに配信できなそうじゃない。じゃあ男女読みます。13位チャリオさん、12位ゴーエースさん、11位理化学研究所さん、10位ムーランさん、9位小鳥さん、8位タックン、7位ひとしさん、6位アキアンさん、5位ミキヤくん、4位キチネさん、3位ヤスベイさん、2位ヤスルパンさん、1位ウドムさん、ありがとうございました。ってことで終わります。イブはね、夜もコンサートあってからなのでサンタは来ないかも。クリスマスかな。ってことでおやすみなさーい。そう25、おやー、おやすみなさーい。コンサートできる？確かにあるかもしれんね。